もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。信頼している男友達に思い切って恋愛相談をした結果、相談しなきゃよかったとムカつくことを言われてしまうケースも少なからずあるようです。今回は10代から30代の独身女性176名に聞いたアンケートを参考に、男性が言いがちなずれてる恋愛アドバイスあるあるを紹介します。 1. 浮気性の彼氏について、男の本能だからしょうがない、これこそが、だ、身勝手な正論です。20代女性、改まって言われなくてもしょうがないってわかるよ。20代女性、赤裸々に話した結果がそれ。20代女性。2. 結婚観が合わない彼氏について、そこは男を立てるのが普通だろ、あまりにムカついて相談相手と喧嘩しました、30代女性。 3. 解消のない彼氏について、だったら金持ちと付き合えよ、その価値ってそんなに単純なものではないでしょう、20代女性。 4. 仕事人間の彼氏について、男と女じゃ責任の重さが違うんだよ、思っていても普通は口にしないですよね、30代女性。たとえ正論だったとしても言われたくないこともあるでしょう。すっきりしたくて相談したのに結局モヤモヤするようでは本末転倒です。親身なアドバイスをもらいたいときは相談する相手もじっくり吟味した方が良さそうです。